それでは本日はアラフィフにして90日間でマイナス8キロ、トータル10キロのダイエットに成功した東浦さんの事例をご紹介していこうと思います。早速ビフォーアフターを見てみましょう。フェイスライン、二の腕、お腹周りなど全身バランスよく綺麗に痩せられていて、スキニーパンツまで履きこなしていますよね。アラフィフでこの変化は本当にすごいです。しかも東浦さんはただ痩せただけではなくて体調もすこぶる良くなったそうですよ。このシリーズは看護師として大学勤務後、保健師として予防医療や健康指導に携わった経験と、私自身も12キロ痩せた経験をもとに立ち上げた食べて痩せた例っていうのをご紹介していこうと思います。1300名以上の女性の3食90日間の食事記録とダイエットの経過をサポートしてきた実績をもとにした、正しく食べ痩せするためのリアルな情報を、実際どういったものを食べたのかっていうところまでお届けしていくので、ぜひ最後までチェックしてみてください。本日はこの4つのポイントをお伝えするので、ぜひ最後まで要チェックですよ。東浦さんが痩せられなかった過去、そして食べ痩せダイエットの実践内容のご紹介、ダイエットのポイント、食べ痩せレシピの紹介、では行ってみましょう。なんと東浦さんはもともとパン教室の先生なんですね。そのため毎日パンの試作と試食を繰り返す日々で、当然パンを食べる量は多くなりますよね。また東浦さんは3人のお子さんのお母さんでもあるんです。こうして出産のためにパンの試作を繰り返すたびに体重がどんどん増えていってしまって、40歳を過ぎたあたりから体重増加が加速して、気づいたら出産前の体重よりも15キロ増えてしまっていたそうです。こうして焦りを感じた東浦さんは、漢方、送信エステ、置き換えドリンク、ジム、ファスティングなど、ありとあらゆるダイエットにチャレンジしてきたそうです。しかし、どのダイエットも思ったような結果が得られなかったり、続けられなかったり、そして最終的には脂肪吸引を視野に入れる状態までに陥ってしまったそうです。実はこれ、過去の私も同じでした。過去の私も3食パンでいいというぐらいパンが好きで、毎日のようにパンをたくさん食べた結果、どんどん太っていってしまったんですね。でもパンは食べちゃダメと思えば思うほど、非常に食べたくなってしまって、発作的にコンビニの菓子パンを暴食してしまうということもありました。その当時は食欲をコントロールできないことが、毎日本当に苦しくって、そして太ってまん丸になった自分の顔を見るのがあまりにもストレスで、なんとフェイスラインに脂肪溶解注射を打ってしまったこともありました。結果はですね、ちょっとだいぶね、昔の話なので今はそんなことないかもしれないんですけれども、効果はなかったですね。はい、こうして脂肪吸引や注射などの美容外科のダイエットってお金がかかる分、特効効果が得られるなんて思ってしまいますが、実は過去の私のように思ったような効果が得られない場合や、しびれや痛みなどの副作用で苦しんでしまうことも多いと思います。そもそものね、太ってしまう食事から抜けられなかったら、やっぱり全身きれいに痩せるっていうのは難しかったりしますよね。幸い私は効果が得られないだけで副作用などはありませんでしたが、深い後悔っていうのはやっぱり残っちゃいました。なので東浦さんが脂肪吸引をする前に食べて痩せるダイエットを見つけてくださって、本当に良かったなっていうふうにまず思っています。東浦さんは脂肪吸引の検索をするとともに、ダイエット情報も諦めずに検索していただいたところ、私が主催する食べ痩せダイエットの講座っていうのを見つけてくださったそうなんですね。こうして東浦さんは私が毎日発行している無料のメールマガジンっていうのを読み始めてくださいました。そしてメールの情報をもとに、試しに食べ痩せの食事法っていうのを真似してみたところ、なんと食べて痩せるだけで2キロもね、体重が減ったそうです。そこでこれは本物だ、これなら食べるのが大好きな私でもできるかもと思って受講を決めましたっていうふうに教えてくださいました。では東浦さんが講座受講中にどんなものを実際に食べていたかっていうのが気になると思うので、ご紹介していきます。お肉も芋類もね、しっかり食べていただいてますね。お弁当もとっても美味しそうです。そしてさすがパンの先生、パンも上手にバランスよく取り入れてくださっています。まさにこれこそが東浦さんのダイエットが順調に進んだ理由です。というのもですね、パンだけの食事というのはどうしても糖質の摂取量っていうのが増えてしまいやすいですよね。過去の私もパン屋さんに行くと、甘い系のパン、しょっぱい系のパン、お惣菜パンなどたくさんの種類のパンを食べたくって、つい何個も食べてしまうっていうことがよくありました。しかし糖質を摂りすぎると血糖値が急上昇して、血糖値を下げるために糖が脂肪として蓄積されるっていう働きが起こるんですね。最近糖質制限ダイエットや糖質オフパンっていうのが流行っているのはこのためですね。
加えてこのように血糖値が乱高下すると太るだけではなくだるさ、眠気、イライラといった不調にもつながるんです。実際当時の東浦さんは疲れやすさを感じていて毎日8時間以上寝ないと疲れが取れずに日中も眠くなってしまうということが多かったそうです。そしてこれは年齢のせいだという感じで諦めていたそうなんですがパンの食べ過ぎがなくなったところこういった不調っていうのもどんどん改善していったそうです。では東浦さんは痩せるために具体的にどのようなパンの食べ方を意識していたのかと言いますとパンを食べる時でもタンパク質や野菜はしっかりとることパンはシンプルなパンを選ぶことパンは1食につき拳1つ分程度意識することなどですね。こうしてパンと上手に付き合えるようになった東浦さんは順調にダイエットが進んでいきました。ただ90日間のダイエットサポート期間の途中数週間東浦さんのダイエットが停滞するっていうことがありました。それはお菓子の頻度と量が多くなったことが原因。順調にダイエットが進んでいたがゆえにちょっとぐらいならいいよねとお菓子をつまむことがね増えていたんですね。これって身に覚えがある方も多いと思うんですがいかがですかね。しかし塵も積もれば山となると言われている通り少しのお菓子でも毎日続いてしまうとダイエットに影響するリスクっていうのがもちろんあります。そこで東浦さんはサポーターさんにアドバイスをもらって無理にやめるのではなくてちょっとの量でも記録するように心がけてくださったそうです。その記録がこんな感じですね。一口でも記録するってすごいですよね。これはサポーターさんが食べても怒らないからこそ腐らずに報告できたっていう風に後で教えてくださいました。またお菓子を食べるときは温かい飲み物と一緒に楽しむことを意識することで食べ過ぎも防ぐことができたそうです。ちなみに私はコーヒーが大好きでつい何杯も飲みたくなってしまうので飲み過ぎ防止としてこういったノンカフェインのお茶を活用するようにしています。今ハマっているのが黒豆茶と生姜茶ですね。これはダイエット効果も高いお茶なので詳しくは概要欄にも貼っておきますので気になる方は参考にしてみてください。東浦さんの90日間のダイエットの記録はこんな感じ。東浦さんはお菓子の記録を習慣化するうちにどういう時にお菓子をつまんでしまうのかどの程度の量ならダイエットに影響ないのかということが自分で把握できてお菓子と上手に付き合えるようになったそうです。その結果東浦さんは90日間でマイナス8キロメールを読んだ実践期間も含めるとトータル10キロのダイエットに成功したんですよ。東浦さんは先ほどご紹介した疲れやすさの改善、睡眠の質の改善の他にもなんと肩こりも改善されたそうです。これは栄養バランスのいい食事をとることで血流、代謝がアップしたためだと思います。加えてそれまで一生懸命行っていたウォーキングやジム通いが必要なくなって自分のために使える時間っていうのが増えたそうです。そして東浦さんの華麗な変化を見てなんと80代のお母さんも私たちのダイエット講座を受講してくださって健康な食習慣を身につけることができたっていうふうに喜んでくださいました。バランスのいい食事ってダイエットのためだけではなくって健康のための基本でもありますよね。すべての女性に必要な食事法です。なので東浦さんのお母さんの他にもダイエット目的だけではなくって健康目的として講座を受講してくださる方も多くいらっしゃるんです。人生で一番若いのは今なので食習慣の改善に遅すぎる時期ってないのかもしれません。最後に東浦さんがダイエットに成功したポイントをまとめるとパンと上手に付き合えるようになったこと少しのお菓子も記録することで現状をしっかり把握することができたことですね。東浦さんが食べている食事をもっと知りたいと思った方は概要欄にぜひ東浦さんのブログも貼っておくのでそちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。ちなみに東浦さんのようにパンと上手に付き合えるようになりたいという方はこちらの動画も参考になると思います。パンを食べても痩せる3つのポイントという動画です。献立を作ったら食べやすできるんだろうと思った方はですねこちら2月9日に昭和館から出版しましたすぐ作れてすぐ食べれてすぐ痩せ体質になれるズボラ旬食ダイエットです。お得な書店購入キャンペーンもやってますのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。3分とか5分とか8分とかで作れるレシピもたくさん載っております。インスタのストーリーや公式 LINE でもダイエットに役立つ情報をリアルタイムで発信しておりますのでぜひお友達追加して皆さんのダイエットに役立てていただけたら嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。